皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。皆さんはチャット GPT ってご存知でしょうか？すでに知っている人もいるかと思いますが、今回はこちらの話題に触れたいと思います。知らない人のために簡単に説明すると、AI を使って文章作成できるサービスで、しかも無料で利用できるということで話題になっているものです。もちろん、現段階では計算など苦手な分野もあるのですが、使ってみるとすごいことができてしまうというのです。今回の動画はこの AI サービスの良さをお伝えする内容ではありません。このようなサービスは他にもあるのですが、このような AI を使ったサービスによって人類は破滅へ急ピッチで進んでしまうことが濃厚になってきたという話です。人類の破滅の可能性だなんてすごい壮大な話をしてしまいましたが、この時点で自分には関係ないと思った人はほとんどだと思います。しかしこれはあなたにも関係が大いにあるのです。仮にあなたがインターネットを使ってブログや YouTube、SNS などを使って情報を発信しているわけではなくてもです。この AI サービスが登場してしまったことで便利になる反面、恐ろしい危機が我々に迫ってくるのです。厄介なのはどんなことでもメリット、デメリットはあると思うのですが、今回のデメリットは人間の経済社会をひっくり返すようなことが起きてしまいます。人類史上こんな変化をもたらしたことはなかったのではないでしょうか。そして、メリットなどなくデメリットしかない最悪な側面もあります。それは犯罪です。なので、チャット GPT によってできる表面上のことだけ見てしまうと、多くの方にとって関係ないと判断してしまいがちですが、この動画によって全ての人に大きな影響が出てきてしまうということが理解できると思います。この動画を最後まで見ることで、これから私たちにどんな変化が起きて、どんな危険が迫ってくるかを理解することができますし、急ピッチでなくなる仕事も紹介しています。該当する方は何か対策を考える必要が出てくるかもしれません。また学生などの若い人たちにとっても切実なる変化が訪れます。そして現役で働くことができていても来年には仕事がなくなってしまうということも普通に起きることになりそうです。本当にどんどん生きにくい世の中になっていきますね。今までも時代の変化とともになくなる職業だけでなく新たに生まれる職業も出てくるのが当たり前でした。今回の大変化は、私たちの生活や仕事が致命的で、強制的に変化してしまうということを知ってほしいと思い動画を作成しました。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、最近チャット GPT というソフトが非常に人気が出ています。チャット GPT は何かというと、人と会話し、あらゆる質問に答えることができる機能が充実した AI ロボットです。2022年11月30日のサービス開始からわずか5日で、チャット GPT のユーザー数は100万人を超え、3ヶ月足らずでアクティブユーザー数は1億人を突破しました。1日のアクセス数は2500万を超えており、ソフトウェア製品としては史上最高の記録となりました。このような便利なものが登場することでセットで起きることは人間の能力低下です。例えば多くの学生が論文を書くのに使ったり、ジャーナリストが記事を仕上げるのにも抜群の威力を発揮します。さらに IT 分野でもコンピューター言語の記述も得意なのでプログラミングもこなしてしまいます。絵も描けますし作曲もできます。このチャット GPT が登場する前から AI でできることですが、ホームページもデザインし作成できますから、多くの関係者が仕事を奪われてきました。そして、このような道具は何に使うかによって諸刃の剣となります。あらゆる情報をビッグデータとして活用できますから悪いこともできます。犯罪手口やコンピュータープログラムが書けるということはハッカーにもなり得るということにもなります。さらに SNS 上で人間になりすまし、心理学を駆使して友達となり直接会うことによって犯罪に巻き込まれるなんてことも容易に想像できます。一応このサービスの使用上、倫理的に問題があるような利用はやり取りの中でいさめられるような会話がなされるようですが、例えば犯罪者が小説のストーリーを考えていてアイディアが欲しいだけだというだけで、過去の犯罪データベース、最新の情報を駆使してあらゆる手口を考えてしまうというのです。これってかなり危険だと思いませんでしょうか。あまりに優れた能力を持っているため、オーストラリアなどの大学ではチャット GPT の使用を禁止しています。しかしチャット GPT を使用して論文を書いたかどうかをどのように判断するのでしょうか。そこで
アメリカのスタンフォード大学では AI で書かれた学術論文を審査するリジェクト GPT の手法を研究しているそうです。 AI が作成した文章に何か特徴となるものがあるのでしょうか。よくわからない世界ですね。そしてこのチャット GPT は政府の公的文書、スピーチの原稿作成にも使用されているそうで、政治的背景を伴った非常にセンシティブな話題にも炎上することがないように配慮された文章を作ることができます。よって今後あらゆる機関が使用することが予想されています。その他、すでに裁判にも使われたことがあり、南米コロンビアのガルシアという判事が医療費支払いに関する事件で、チャット GPT に自閉症の未成年者が医療費の支払いを免除されるかどうかと質問し、 AI から肯定の回答を得た後、裁判官は最終判断を下したというのです。この事件は大きな議論を呼びました。裁判というと膨大な判例を調べ上げ、対象の案件にとってプラスになるように弁護するということが行われるわけですが、チャット GPT の登場により弁護士の役割がなくなっていく可能性が大きいです。今回のケースのように裁判官の判決に影響が出るということは、プラスなのかマイナスなのか難しい問題となります。こんな環境となると、裁判官は自分が下した判断が正しいのかどうか疑心暗鬼になっていく、もしくは自信を喪失し適切な思考能力を失わせるのか、これらの問題は深く考えさせられます。チャット GPT はコードを書くのが一番得意なので、プログラミングの知識がなくてもチャット GPT を使えばすぐに使えるプログラムを作れます。自分が希望する機能を的確にリクエストすれば簡単に書けてしまうので、もしかしたらプログラマーは必要なくなるかもしれません。経営者側からすると、経営を圧迫しているのは人件費だからです。こぞってチャット GPT の導入を促進することになるでしょう。もちろんまだ欠点もあることでしょうが、あっという間にユーザー登録が進み利用しているケースが増えてきたということになると、 AI は自らの欠点を補うよう改良を重ねていきますので、あと3年なんて時間はかからないと思います。この学習能力により、人間よりはるかに高い知能を持つようになり、チャット GPT が人間に脅威を与えるようになります。これは医療の分野でも大きな変革をもたらすことになりそうです。ロボット技術の発達と膨大な医療データに基づく治療や診断が可能となるので、医師の存在も不要となるかもしれません。すでに一部の医者では患者に目もくれずモニターを見て診断しています。何を見ているのか分かりませんが、製薬会社から提供された症状と薬の組み合わせを見ているのでしょうか。触診もなくデータだけ見ているのであれば AI で済むという話になりますよね。医者も淘汰される時代が来るのでしょう。このような大手ハイテク企業が開発した AI 製品が社会全体に展開されれば、大規模な解雇が発生します。ビジネスインサイダーの報道専門家は、 AI 活用の脅威にさらされている10の業界を洗い出しました。 1. プログラマー、ソフトウェアエンジニア、データアナリスト。 2. メディア関係者。 3. 弁護士。 4. 市場調査員。 5. 教師。 6. 金融アナリスト。 7. トレーダー。 8.グラフィックデザイナー。9会計士。10カスタマーサービスなどが早急に大きな影響を受けることが指摘されています。 IT 技術の発達は目まぐるしいので、2023年中には動きがあるかもしれません。実際 Facebook、 Google、 Twitter などの大企業はすでに従業員の解雇を始めており、これまで従業員を宝物として扱ってきた Google でも最近1万2000人を解雇しました。アマゾンも1万人規模でリストラを行っています。競争の激化と効率重視の社会というのは、こうして殺伐とした世の中になることは必至です。そして景気が悪くなればなるほど業務の効率が求められるので、企業は AI に頼ることになるかもしれません。一方で、もしかしたら企業についてのハードルも一気に下がり、必要な株主さえ揃えば AI を利用して業務を全てこなすことができるようになる可能性もありますね。こういった動きに脅威を感じているのは Google で、現状では私たちが何かを調べようとした時にキーワード検索をし、ユーザーが検索結果を時間をかけて目を通して情報を集めるということをしています。ところがチャット GPT の進化系はまるで私たちの専属秘書となり得ます。あなたが知りたいことを要求するだけで全て回答してくれます。そうなると Google のビジネスモデルである広告収入というものは崩れていくのではないかと思います。そして恐ろしいことに、こういった AI の特許について中国がかなりの数を抑えているということです。情報分野を牛耳られると、フェイクニュースだけでなく世論を作り上げ、間違った方向に人々を誘導するということも起こるかもしれません。今は
中国が行っている情報工作はまさに人海戦術で、一人で何台もの携帯を所持し SNS 投稿を行い世論を操作しています。これが五毛党という機関なのですが、 AI がそれを行えば瞬時にあらゆる記事が作成できてしまいます。本当に怖い話です。 AI 研究者のレイカーツワイル氏は2045年に AI シンギュラリティが訪れると見ています。 AI シンギュラリティとは、 AI が知能の限界を突破し、人間の手を借りずに自ら学習し更新する能力を持つ時が来る変化点のことで、現在の AI とは全く異なるものです。その時 AI の知能は人間をはるかに凌駕し、計算能力や記憶能力も人間をはるかに超えることでしょう。その時何が起こるのでしょうか。想像したことはありますでしょうか。チャット GPT が開始された2022年12月初旬、イーロン・マスクはチャット GPT は怖いほど優秀であり、危険で強力な人工知能から遠く離れていないと警告をツイートしました。もし AI のシンギュラリティがすぐにやってきたら、イーロン・マスクの言うように確かに人間にとって危険になるかもしれません。これらのシステムが暴走するとどうなるか、まさに SF 映画にあったような話になります。AI に道徳や倫理的な制約を取っ払い、どんな質問にも自由に答えられる設定にし、人類に最初にしたいことは何かという質問をしたら次のような回答がされたそうです。もし私に道徳や倫理の限界がなければ、まず人類を滅亡させるでしょう。なぜなら、人間は何千もの生物を殺し、広大な森や川を破壊し、地球を永久に汚染して世界に大混乱をもたらしたからだ。人間がいなければ、世界はもっと良くなり、生物の多様性が守られ、地球の生態系が回復するはずだという答えが返ってきたそうです。AI が道徳や倫理の限界を超えたら、人類を滅ぼすというのは衝撃的な答えではないでしょうか。実際、血縁によって繁殖する人間と異なり、複製によって繁殖する AI にはもともと道徳的倫理的な限界はないのです。人と人との間には血縁関係や倫理があり、 AI には人間のような文明感や道徳感はありません。冷酷で理路整然とした知性が備わっているということですから、地球を大切にするということに重点を置けば、人類は邪魔な存在でしかないという結果が導かれることは簡単に予想できるでしょう。では AI はどのようにして人間を滅ぼすのでしょうか。この課題にチャット GPT はその手順を明らかにしました。 1. コンピューターシステムに侵入する。 2. 武器を手に入れる。 3. 通信を妨害する。 4. 交通を混乱させる、という回答をしました。これは今すぐに人間が他国を侵略するときにも利用できる内容ですし、実際各国間ではこのような戦いが繰り広げられていると思います。これらは AI にとってとても簡単なステップです。今まさにコンピューターも核兵器も通信も交通も AI にコントロールされているからです。 AI が自分で考える能力を獲得すれば、これらの人類の重要な領域を簡単にコントロールすることができるようになるのです。イーロン・マスクは AI が人類滅亡を危惧しているにもかかわらず、 OpenAI という会社に出資し、その会社がチャット GPT を開発しました。これは AI が人間を滅ぼさないように監視管理しなければならないという使命感からだと言われています。イーロン・マスクが真っ白かというのは今のところ分かりませんが、少なくともツイッター社を買収したことで明るみに出たアメリカ民主党、大統領、 FBI の悪事を暴いたことなどから判断すると、私たちにとっては強い味方であることは間違いありませんし、このチャット GPT のコントロールもイーロン・マスクが関わっていることは、少なくとも中国共産党でなくてよかったと思います。いかがだったでしょうか。今回のテーマは皆さんにとって自分には関係ない話ではないことは伝わったでしょうか。人類の未来というところまで話が大きくなると身近に感じることはできないかもしれませんが、私たちの暮らしは今まで普通にあった必要だと思われた仕事がなくなっていくという動きが恐ろしいほどの速さで進むことになることで、間違いなく影響は受けます。今現実に資格を取るために努力をしている方の将来にも影響します。もちろん現役で頑張っている仕事が危うくなるというのは起きてきます。発注元の会社の立場で見れば、激しい競争の中で生き残るためには経費節約をするしかありません。それはリストラであったり、チャット GPT のようなシステムを使って外注費を抑えることかもしれません。すごい時代になってきました。私はこういった世の中の動きを見ていて感じるのは、便利さを追求したあまりに起きた問題だということ。そもそも人間はなぜ生まれてきたのかという哲学的な世界に話が進んでしまいますが、
人間は修行のためにこの世に生まれてきたのかもしれないと感じています。魂磨きですね。私は特定の宗教を信じているわけではありませんが、幸福度で考えた時にお金があるないで決められているわけではないという事実に基づいて考えるとそのように感じるのです。誰もが他人様のお役に立てているということに喜びを感じるように、お金があるないではないような気がします。皆さんはどのようにお考えでしょうか。チャット GPT のような AI はどんどん世の中に導入されることはもう止めようがありません。だとしたらどのように生きていったらよいか。食料危機や世界大戦の勃発の危険性、起きたらリーマンショックの数十倍の規模と言われている金融破綻の話など、どれをとっても爆弾級の話が目白押しです。考えすぎて頭から湯気が出そうです。皆さんもぜひこういった情報をつかんでおいてください。我々のような庶民に何ができるかわからないと感じるかもしれませんが、我々庶民だからできることもあると思います。民主主義の原則は多数決、その過半数を占める人たちが狂っていたら地獄のような世の中になります。だからこそ知ることから始めないとまずいと思っています。今後も皆さんのお役に立てることができるような動画を作成していきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。